ですね、広告に必要な要素っていうのがあります。ホームページのですね、開いた時に出てくる。はい、前川です。今日はですね、集客の基礎っていうことで、前回はターゲットを決めるっていう話をさせていただきました。今回は、決めたターゲットの内容をしっかりと広告に落とし込んでいくっていうことをですね、していきたいと思います。なぜこの話をするのかというと、広告にしていかないと、やっぱり伝えることができないので、反応というのは取れないんですね。で、この落とし込むっていう作業がめちゃくちゃ重要になってきます。で、チラシとか、ホームページとか、まあ、各種 SNS の媒体っていうのがあると思うんですけど、これらって一体何を書いたらいいのかとか、何を投稿したらいいのかっていうのは、すべてこのターゲティングでしたことを投稿するだけなんですね。でもその投稿の仕方がわからないっていう悩みがね、たくさんあると思いますので、その辺についてお伝えしていきたいと思います。まずですね、広告に必要な要素っていうのがあります。それをね、お伝えしていきたいと思うんですけど、一つ目はヘッドライン。まあ、見出しですね。注目を引くキーワードをバーンと持ってくるのがすごい大事になってきます。わかりやすいので言うと、ホームページと、ホームページのですね、開いた時に出てくるサイトで、絶対にヘッドラインっていうのがあるんですよ。写真だけっていうのは少ないんですよね。例えば、なぜ当院では腰痛がスッキリ良くなるのかとか、なぜ今までダメだった腰痛がスッキリ良くなっていくのかとか、まあ、そういった、心をこう揺すぐられるようなメッセージっていうのがね、あるんですけども、そういった部分をやっぱ作っていかないといけないんですけど、それは何かというと、実際患者さんが悩んでいる、最も悩んでいることが解決するっていうようなですね、ヘッドラインをするっていうのがとてもシンプルです。もしくはですね、全く逆で、まだ治らない何々にお金を投資するんですかとか、例えばもう整形科さんとか整形外科とかにずっと行き続けてるけども全然治らないんだっていう人も結構来られると思うんですね。そしたら、まだ全く効果のない治療にお金を投資するんですかとか、そういった、向こうがギクギクみたいな感じになるようなヘッドラインっていうのをまず作るっていうのはすごい重要になってきます。で、ヘッドラインの目的は読ませるっていうことなので、それによって広告を読み進めさせるわけですね。ホームページを読み進めるわけです。じゃあ次に何かっていうと、ブレットって言ったりもしますけども、こう箇条書きのね、チェックボックスで書いてるやつをよく見られると思うんですけど、そこにはその患者さんの状況っていうのをしっかり書いておくっていうのがポイントになってきます。なぜそうなのかっていうと、あ、この先生私のこと分かってる、そうもう書いてる状況まんま俺や、まんま私やっていう風にどんどん引っ込んでいくわけですよ。これがすごい重要になってきます。このね、2つがね、ものすごいポイントなんですよ。3つ目は、じゃあどうやって、連絡したらいいのかなとか、いくらなのかなとか、何か特典あるのかなとか、まあ、そういった部分もですね、しっかり強調して、見せていくっていうことを意識してやってもらえたらなと思います。で、細かな部分で言うとですね、初めて行く人ってやっぱり不安があるわけですよ。どんな先生に自分の体を触られるのかなとかね、で、あとはどんなことをされるのかなとか、そういったの不安なわけですよ。もう一個、これで考えてる人いないですけど、もしかしたら自分でもなんとかなるんちゃうかなと思いながら調べてる人たくさんいてます。だから予防法とかはね、先生がもう伝えておけばいいんですよ、事前に。ホームページで集客ツールとして皆さん使ってると思いますけども、ホームページを教育ツールとして、そこでもう予防法とかですね、改善法とかを公開してしまって、もうそれで治るんだったら今ぐらいの勢いで情報を開示するっていうのはすごい重要になってきます。で、そこでも治らなかったら来てくれるって感じですね。今ほとんどの治療院が同じような見出し、同じようなブレット、同じような、オファー、同じような患者さんの声を使ったサイトっていう風になってきているので、そういった部分でですね、違いを作っていくということをぜひですね、試してもらえたらと思います。まだ周りがやっていない、そんな時にこそ自分が先やる、地域で一番先やる、そういった意識を持ってですね、チャレンジしていただけたらと思います。参考になったでしょうか。新規集客の基礎ということでですね、お話しさせていただきました。またですね、質問などありましたら YouTube のコメント欄に残しておいていただけたら、またお答えしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回の動画もお楽しみに。さよなら。